オールバニー会議の出席者たちオールバニー会議は1754年にフレンチ・インディアン戦争に備えて13植民地の連帯感を強めめるため当時ののニューヨーヨク植民地の中心都市オールバニーで行われたイギリス領アメリカ植民地の総督とインディアンの指導者たちによる会議である17世紀半ばの色恋語民族の居住地左上がオンタリオ湖 1754年当時、イギリス本国では、ハリファックス教が総裁に就任した、商務員が、北アメリカ重視策、対フランス優位政策を打ち出していた。植民地でのフランスとの戦争に備え、植民地の総督たちを強く促して、連帯意識、防衛意識を高めさせる目的で、1754年、オールバニで集会が持たれ、 インディアンの指導者たち、植民地の首脳や代表者が、イギリス領の7植民地から出席した。タスカローラ族が加わって、5民族から6民族となった色恋所属は、もともとは、イギリス領北、アメリカに、友好的だったが、この当時は、イギリス離れに傾いていた。イギリス商人への不満、また、色恋所属に毛皮を供給するインディアンの所属が、 フランスと友好的であり、フランスとの関係を配慮したこと、フランス人宣教師の不況の影響などが理由として挙げられる。このため、いざ有事の際に、イギリスの商務員は、色恋所属との同盟を復活させるよう、植民地政府に指示した。オールバニーに集まった植民地首脳たちは、色恋所属に物資や兵器を送り、同盟の修復を促したが、 六民族の指導者たちは様子見の態度を見せた。イギリス植民地と比較すると、彼らとフランス系カナダ人住民との同盟は強く、毛皮貿易を通じての関係もあったため、イギリス側には侮れない存在だった。ベンジャミン・フランクリンこの会議の議題は大きく分けて二つあった。ベンジャミン・フランクリンとトム・ハッチンソンの起草になるものだった。一つは、 軍事関連の役職者を置くことだった。この職務は本国の政府により承認され、インディアンとの関係、辺境地帯の統治、軍事行動などに大きな権限を持つ大総督とも言うべき存在だった。インディアンに関しては、彼らの指導者を本国から呼び寄せた監督者に置き換えてはどうかという案もあった。 これはイギリス人たちのオールバニのインディアンたちへの見方がそのまま反映されていた。イギリス人には彼らは本国の方針に従わない野心的でさもしいもの売りに移っていた。当時の風刺が参加かさもなくばしかとありベンジャミン・フランクリンを皮肉ったものだが後の独立戦争では評価されることになった。もう一つは 13植民地の代表者による全体評議会の案だった。それぞれの植民地から代表者1名で多額納税者であり、インディアンとの条約の交渉に責任を持つこと、そして間接税により賄われる民兵による植民地間の防衛を担当することなどがその職務だった。民兵の育成に関しては、植民地の人間はイギリスの正規兵を頼っており、 あまり乗り気ではなかった。また、この全体評議会案そのものも、国王が頂点である、本国議会よりも、大きな力は持てそうになかった。何よりも、イギリス本国が、アメリカ植民地が、連邦政府化して、本国に抵抗しかねないような案の導入には、消極的だった。この会議の頃には、植民地の協力と統合は、 まだ実行可能な選択肢ではなかったのである。結局、いずれの案も、オールバニでは採決されても、植民地レベルでは否決され、この会議は、その意味では成功とは言えなかった。しかし、この会議は、後の大陸会議に影響を与えることになった。また、オールバニという、ヨーロッパ式文明を持ちながら、辺境地帯と境界を接した場所で、 総督や入職者、そしてインディアンが一堂に会するということは象徴的なことではあった。19世紀のオールバニ視聴者、ニューヨークニューハンプシャーマサチューセッツ湾、コネチカットロードアイランドメリーランドペンシルベニア。ありがとうございます。